キックオフです。今日の主審はヒュー・キングさんです。前線です。右へ、そしてここはペレア、アプローチ、さあ先制点のチャンスになるか、これはファールの判定。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。さあこの位置からのフリーキックです。いやこの地点からこれは面白いですね。ここはいい、これは惜しい、かろうじてクリアしました。展開がね、相手のプレスを回避するような攻め方ですよね。右へ出した。ストライカー、ファルカオ・ガルシア。一旦打ってきます。いいマークですよ。いい動きを見せてますよ。チェックに回る。一回した。さあ、コロンビア。本日最初のコーナーキックになります。上げるのはグアリーン。曲げてきた。五島の強豪スウェーデンが攻めます。スペースがあれば上がってくるという形ですね。先制のチャンス、中に人がいる、ダイレクト、うわー決まった。スウェーデン先制ゴールで1点を得ています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。前半の15分を回りました。さあもうゴール後のキックオフは始まっています。セギに行く、中に誰か来てますよ。チェック下げて、ここはメルベリー、前へ、一人いい動きを見せてますよ。1対1ループシュート、キーパーナイスキャッチ。さらにディフェンスに当たってコースも変わったんですけどもね、よく反応しましたよね。右、時計は30分を過ぎています。ボールを奪います。ここはイブラヒモビッチ、さあ追加点になるか、決めた。スウェーデン2点を取って、さらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、ボールがありますからね。前へゆっくり送ろうという場面です。スウェーデン現在2点差をつけています。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった緊張のところをしっかり意識してプレーしてますよね。思い切って打ってきましたね。いや外れましたけどね、これが次へのきっかけになるかもしれませんよ。マイストロビッチ、なんとかクリア、いいでしょ、流し込んだ、
を切りました。いいマークでしょ。いい近くの展開ですね。シュート、わずかに右へそれました。そしてここはジェベス、左サイド上がっていくところ、一人で持ち上がっていく、中央ボールが出てきた、弾いた、中に誰か来てますよ、打つ、コーナーです。コロンビア絶好のチャンスを得ます。際どいコース、そして今ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。後半スタートです。エンドが変わって右にコロンビア、左にスウェーデン、アプローチ、ヘッド、さあ3点差のついた試合となってしまいましたが、いかがでしょうか。そうですね、試合運びと気持ちの両方で差がついてしまいましたよね。左側いい動きを見せてますよ。いい守りです。ここは戻ったディフェンス陣にしっかりと守られた形になりました。中に誰かつけますよ。チェックに行く、さあどうする、右足シュート、さあこの位置でタッチを割りました。いい動きを見せてますよ。ここには誰もいない。リターンを受けてオルソン、いい展開してますね。攻め込んできます。後半も15分が過ぎました。中に誰か来てますよ。止めに行く、入ってきますね。頭で流し込む、パンチング、さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。アンチコここで入れ替わります。さあコロンビア、さあ中盤の選手変えてきました。そうですね、やや守備的な布陣にしてきましたね。そしてね、いざとなると展開力もあるんですよね。点差を縮めています。さあ追加点が取れるか、スウェーデン前半と比べてやや調子が落ちているように見えるんですが、そうですね、どうしてもスペースがないということでスタンダップ入れた、さあコロンビア3点差をつけられました。コロンビア苦しい状況です。ジェベス、本日のキャプテン、パスをつないでいく、前にいる、守りを固める、中に誰か来てますよ。シュート、コーナーキックに変わります。イブラヒモビッチ、高校で交代します。今日は3点稼いでますからね、素晴らしい働きしましたよ。見せ場となる場面、いい守りを見せました。チェック、後ろからのマーク、
あと少しで後半30分。いい動きを見せてますよ。つないでジェペス、左へ出した。中にスッと入ってきますね。シュート左足差を縮めています。追加点が欲しいところです。右に出して落ち着いています。もう一回フィッセ、中盤でしっかり展開しますね。大守備フェンスに合います。ボールを受けて、いい動きを見せてますよ。さあいけるか。ここはよく守りました。両チームここでメンバー交代のようです。まあ交代する選手についてなんですけど、やはりうまくチャンスを作れてないというところが多いですから、そこを見られたのかなと思いますけどもね。あ、なるほどね。おっと、さあボールが抜ける。ここはディフェンスされました。激しいプレス、スペースがあれば上がってくるという形ですね。そのままシュート、はい、スウェーデンとしてはやれることをきっちりやってますからね。その結果が出てる感じですかね。なるほど。さあここから意地を見せることができるか。右にさばいて、ここで奪い合う。ウェルンブロール、コントロール前線へ。ほっと笛が鳴っていました。オフサイドですね。はい、バックが鳴っています。オフサイドです。